今回なんですけども、ののじ自転車全国市区町村旅旅226から229、2016年の6月30日から7月3日、愛知県ですね、知多半島と岐阜県の、池田町に行く14周目の途中の旅でございます。11番という番号が振られて13番、愛知県と岐阜県の旅でございます。出発地点は、名古屋駅でございます。まずここから自転車に乗ってですね、まあどこら辺かでね、ネットカフェに泊まるんですよね。この辺の厚田区か南区か、まあどこら辺かで確かね、ネットカフェに泊まったような記憶、また後で確かめますね。で、緑区を通って東海市、知多市、阿久比、阿久井町ね、阿久井町を通って、半田市はね、前に1回通ったことありますね。前回ね、みつかんの工場映らなかったんですけど、今回映るかもしれないな。常滑市ね。常滑市。竹豊町ね。また、半田市に入って、竹豊町入って、美浜市。なんか、美浜ね。美浜市ね。そして、南知多市。そして、美浜町まで、また来て、そして、名鉄臨港いたしますね。そして南区まで戻ってきて、瑞穂区、昭和区、千草、この辺でね、一回泊まったと思います。ネットカフェね。そして以前ね、名古屋自転車に来たことがあるんですけど、ここでね、その時の自転車ルートとつながりますね。まあ、名古屋駅でももうつながってましたね。東区、北区、そしてそのまま北に行って、豊山町、小牧市、名古屋空港があるところですよね。そして、犬山市、そして、鏡原市、関市、美濃市、まで行って、これ、臨港するんですよ。鏡原市まで行って、そして、岐阜市、関市、山形市、岐阜市、北方町ね。で、本須市、そして大野町、岐阜県入ったのは、ここからですね。鏡原から岐阜県です。大野市、そして、日比川ですよね。木曽三川の、三川の一つ。あと池田町、もっとね、本当はね、自転車乗りたかったんだけど、大雨、夕暮れ時の大雨でね、もうそこで諦めて、それで帰ってきたという感じですね。名古屋、ここの名古屋関係は、2012年に来てるんですよ。2012年の4月、今から4年以上前だね。4年と2ヶ月前ぐらい、前に来ております。4年ぶりに来てんだね。この旅は長いよね。そしてね、緑区は最近っていうか、これから比べたら最近、16年の2月に来ておりますね。で、ここら辺は、半田市は、約10日目ね、3月に来ております。半田町ね。それから、千草区は、この時と一緒だね。緑区に来た時と一緒の時、6月に来ております。それから東区、北区は、2012年の時に来ていると。
そして鏡原、最近だと2004年ね、2月に来てます。関市、美濃市、山形市じゃなくて関市、関市、美濃市あたりは197日目、去年の12月からの、年越し自転車でね、来てます。あとは岐阜市。岐阜市も、206日目ね、2月に来ておりますね。そして今回はね、これ、日をまたいでいるので1日目とね2日目だけ今回動画で紹介して、それ以降は次回ということでやっていこうかなと思います。もうねこれ全部未定ってなってるのは番号がまだつながっていないという感じなんですよね。ちょっと見にくくてごめんなさいね。最初のところは17週目扱いなんです。16週目とかね、この14週目、緑区が14週目、ここも美浜町も14週目、ほとんど番号がつながってないな。まあいいや、14週目。関市、美濃市ね、ここら辺14周目なんですけど、あと15周目、17周目のところも旅をするという感じですね。今回の旅で229日目でございます。都道府県の数は19箇所行っております。そして市区町村の数は654箇所行っております。愛知県、まず行きました。愛知県、愛知県内ね、初めて行ったのはですね、全体的に今回の旅の全体的に言うと南区、東海市、知多市、アグイタウンですよね。アグイタウン、竹豊、まあいいや、アグイ、南区、東海市、知多市、阿久比町、常滑市、豊武町、美浜市、南知多、瑞穂区、昭和区、豊山町、小牧市、犬山市、初めて行って全部で53箇所。最初行ったところもね、これ番号がついたんじゃないのかな。北、まだ番号入ってなかったか。あ、そっか、まだ番号入ってなかったのか。まあいいや。位置関係ね、位置関係。あと岐阜県。岐阜県内は、初めて行ったのは山形市、喜多方町、そして本巣市、大野町、日比川町、池田町ですね。それで、全部で36箇所行っております。まあ1日目の位置関係、赤、青、緑、赤ってなってますね。これがどういうことなのか先に説明しましょう。のど地を描きながらぐる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 自転車旅をやっておりますね。1周1、2、3、4、5、6、7、
8、9、10、11、12、13、14周目。14周目まで番号がつながっております。自転車ルートが、まあ、海の上はつながってないんですけど、まあ、つながっているということになっております。14周目。14周目かな。1、2、3。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14周目。ピンク14周目をたどっていきましょう。愛知県の西尾市。14周目がつながって、ずっと番号をたどっていくと、岐阜県を通り越して、富山県。富山県通って新潟県までつながって、新潟県の三条市までつながっております。前回の旅でね。今回は、この先行くところなんですけど、なんか都合があってこっちの方を旅しております。まあ、ここだけ今回旅して、なんかに理由があったと思うんだよね。まあ、なんか理由があって、先にこっちを旅するってことになったんだよ。まず名古屋駅の、中村区と長区の間ぐらいに名古屋駅があって、そこを出発して、そして、熱田区とか常滑とかも通ったと思うんですけども、南区を通って、東海、知多、阿久井町、半田市、豊竹、美浜、南知多、ここら辺は通らなかったかな、まで行って輪行して、南区まで行ってから瑞穂昭和千草区行って、そして東北豊山小牧、これ西区までちょっと通ったかな、ちょっと西区は通ってないかもしれないな、後でチェックしよう。犬山、そして岐阜県入っていって西区通ってます。それでさっきのやつなんだけど、あれ今回行かなかったのか、今回行ってないな。なんだっけ、あれなんて読むんだっけな、忘れちゃったよ。いつ行ったんだっけ、あれな、この時行ったんだよ。ああ、この時じゃない、この前だ。読み方が気になるだけなんですけどね。これだ。坂ほぎ。でも今回は行かなかったんだね。今回はここは行ってない。
そして、鏡原、鏡原から、関市に行って、美濃に行って、臨港して、鏡原に戻って、で、岐阜とか、岐南とか通って、山形通って、なんかここら辺複雑なんですよね。岐阜、一回関市行って戻ってきたんだけど、もう一回関市に入ってから、こういう感じなんですね。関市に2回入るんだね。関市に2回入る。っていう感じなんですけど、まあそこら辺はね、後日また紹介するっていうことで、今回の旅では、1日目名古屋まで来て、1回泊まって、南知多まで行って、で戻ってきて、千草区あたりで泊まるので、そこまでの動画をまず紹介していこうと思っております。それではですね、1日目の地図を振り返っていきたいと思います。まずね、名古屋駅まで新幹線リンクをして出発していきます。いろんな区を通り抜けてですね、とりあえず南区の方に向かっていきますよ。東海市のネットカフェに泊まります。そして、次の日出発して南の方に向かって、知多市とかね、いろいろ通って半田市とかね、阿久比町とかね、常滑市とかね、いろいろ通っていくんですよ。豊竹町とかね。そしてで、美浜町なんかを通っていって、そして南知多町、そして臨港してですね、そして南区まで戻ってきて、ですね、この日はね、千草区まで行って泊まるっていう感じですね。はい。今回は新幹線輪行してからの自転車旅になっております。東京駅から新幹線に乗って電気を出たんですね。ここはどこかな。これは有楽町とか新橋とか、その辺かな。高速道路が近づいてきて、あ、自動車道でしたっけ。次は新橋駅の、この高速道路みたいなやつは離れていると新橋駅ですね。首都高につながってるやつですね。首都高なんだ。なんかちょっと違う感じだと思います。そしてね、新橋の駅前を通っています。近くに汐留なんかがあってね、昔は貨物ターミナルだったんですけどね、昔の、新橋駅、横浜間が鉄道を通った時の新橋駅があった場所なんですけどね、烏山とか出たかな。これなんだろう。これはね、もう大崎ですね。大崎の山手線のところ、製薬会社の敷地ですね。湘南新宿内の線路が近づいてきて、大井町線
ななんか直角みたいな感じで払えていくんだね。それで大井町線の線路が今見えました。まあこっちがねちょっとカーブしてたからね直角っぽく見えたのかもしれない、目の錯覚で。あとはずっと行くと環状7号線とかね国道1号線とかをまたいでいくんじゃないかな。ああ今下はね西大井駅だったのかもしれない。西大井駅も通り過ぎて、もうちょっと行くと環状7号線の上を通って、ああでもちょっと飛んでるね。もうじき多摩川を渡って武蔵小杉のあたりを通っていかなと思います。あ、もう多摩川を越えてますね。武蔵小杉の駅を通り抜けて、横須賀線と貨物線の線路と離れていきますね。どっちかというと東横線のね日吉の駅の近くの方を通って、なんとかを、まあいいや、のぞみ253号回数券を利用しております。夕闇黄昏時、どこら辺走ってるのかな。この自転車新幹線こうはね肩身の狭い思いをするんですよね。まるで悪人を捕まえて、そして名古屋駅に到着いたしました。ここから自転車に乗っていきます。そうやって東海道新幹線 JR 東海はもう決まっています。夜の名古屋市内に行きました。ここから自転車に乗っていきます。2012年でね、3月ぐらいにね、一回名古屋駅からスタートしたことありましたけど、あれからもう4年ぐらい経ってるんですね。この時の日付、いつだったっけな。2016年の6月30日。夏ですね。の自転車旅でございます。もうね夏至を通り過ぎております。真夏の自転車旅、高架高速道路が見えてるのかな。大きな、まあ、マクドナルドに寄って、そしてネットカフェで泊まります。たっぷり食べないとね、栄養をつけないと。そしてネットカフェに向かっております。ネットカフェまでまだ結構あるのかな。この日のネットカフェは愛知県の東海市でございます。茨城県にも東海村っていうのがありますので、今回は愛知県の東海市ネットカフェから次の日ね7月1日でございます。出発いたします。朝の公園の脇でしょうかね、そんな感じの道を通っていきます。これはね東海市役所かもしれないですね。東海市役所の前を通ってから知多市に入って、知多市役所の前も通っていきますね。まだ朝早い感じですね。7月1日2016年工事現場でしょうかね、通っていきます。
地図を見ながら先を急ぐ。ちょっと見にくい映像。建物がねたくさん建ってます。新幹線の下をくぐっていくようでございます。なあもう一回、ああこれ新幹線じゃないな、名鉄だね。新幹線に見えたけどこれ名鉄ですね。今回知多半島の方に行くんで、新幹線越えたらもう一回越えなくちゃいけないと思うんですけどね。これ知多市って書いてあるね。知多市に入っていきます。知多市に入って知多市役所の前を通って郵便局の前を通っていきます。なんかねこれ市役所かな。古めかしい街並みがいいなと思ったらもう市役所の前まで来たと思います。そして今度は涌井町に向かいます。涌井町、名鉄の線路をまた来ます。あ、名鉄かな、東海道本線かもしれないな。ちょっとよくは分かんないですけどね。大部の駅を通り過ぎたのか、もう位置関係はちょっと微妙に分かんないな。あと竹豊線っていうのもあるからね、でも単線っぽいな、イメージ的に。田んぼが広がっておりますね。空が広いですね。まだちょっと朝の感じの光の加減ですね。いろいろ建物が建っています。高速道路を進んでいきます。空はどうなんだろうね。青空とは言い難いけど、晴れてる感じですかね。まあ、太陽はちょっと眩しくてね。ここから建物が進むかもしれない。もしかしたら今ので、涌井町に入った可能性がありますね。下は高速道路でしょうかね。高速道路をまたいでいきます。ただの幹線道路でした。でもね歩道がないので高速道路でしょう。いっぱいね建物が建ってますね。まあずっと行くと空港がありますからね、アクセスができるように高速道路も伸びているんじゃないかなと思います。ですね、川が見えておりますね。田んぼが広がっております。どこら辺まで来たのかな。あー、もしかするとね涌井町かもしれない。涌井町役場かもしれませんね。ちょっと文字をねこういう時は取ってもらいたいものですよね。これはね、JR っぽいよね。この単線か、この単線の感じは JR 東海っぽいよね。竹豊線だと思いますね。なかなか家族で見てもらえないから、大府駅なんかでね見かけるんだけど、まあ、東海道本線と区別がつかないからね。なんかね干潟っぽいような川を渡っていきます。海も近いんでしょうかね。これね、半田町かもしれないな。半田町、半田市役所。ごめんね、ちょっと見づらい映像ですね。これカットした方がいいかな、どうかな。カットしようか。ごめんなさい。大きな交差点のところにやってきましたね。なんかね、この黒いっぽい建物がね、三つ館のマークがあったんで、三つ館のね、工場だと思います。半田市にあったと思います。今、半田市を通過しているところだと思います。半田市、あ、これ竹豊線だと思いますね。竹豊線です。半田市を通ると、今度はですね、常滑市の方に来ます。常滑市あたりに、ここがあったような気がするんですけど、これは、色の方が僕は好きです。パン屋さん寄ったんだね。お前さん草飯食っとるか。食っとるよ。名古屋の知多半島の方に行っております。常滑市あたりかな。半田市から常滑市に入ってから今度は豊竹町の方に向かっていきます。
これがどこなのかちょっとはっきりしないんですけどね。おそらく常滑かな。今のが常滑だとすると今度は竹豊町に入っていきます。住宅がたくさん建っているような感じですね。いい天気、名鉄が走っている。あんまり名鉄の生活圏をか、あ、これ竹豊町役場でございます。町役場でございます。町役場って感じですね。意味わかんないです。町役場を通り抜けて、空がいい天気、これ名鉄ですね。名鉄の赤い電車がすれ違って走り去っていきます。竹豊町だと思うんですけども、ずっと行くとですね、またちょっとだけ半田市に入ってから、また竹豊町に入って、そして美浜町に向かっていきます。いい天気、7月1日なので暑いと思います。自転車さえあればどこまでも行ける、そういう感じ。おしゃれだね。でもですね、なんかリゾートっぽいようなところに来たような。反対側は海なんですね。もう知多半島の半島ですよね、ここはね。知多半島です。まあ真珠、真珠が作られる湾ですよね。なんか大きな湾で、なんかこの辺りで狭い河川道路。これは何だろうな、まあ、昔ながらの街並みでいいですね。なんかいい感じですね。どこまで来たのかな。美浜町を通って、そして南知多町、美浜町役場と、はい、今なんて書いてあったかな、ちょっと読めなかった。もしかしたら今美浜町に入ったのかな。ちょっと見づらい映像でごめんなさい。いやー、見づらいな、見づらい。美浜町に入っているとしたら、今美浜町なんですけど、もしかしたら南知多町に来てるかもしれない。東芝、街並みがずっといますね。幹線道路がキュッと曲がっております。あれはどっちだろうな。名鉄のね、この辺ね、名鉄が2つに分かれちゃったりして、終点がいくつかあるんだよね。多分今のはどうかな、南知多かな。南知多とね、美浜、まあ最初美浜を通って、途中から南知多を通って、そして美浜まで戻っていくんだよね。半島ちょっとくるっと回ってね。はあ、眠いな。あ、なんか市役所ですね。これどこの市役所かな。もっと文字をちゃんと写してもらいたかったな。ところどころにね、古めかしい建物が建っていて、すごい魅力的ですね。知多半島の先っちょからね、戻る感じかな、これ。宿かな。いいね、この街並みもね。そして田んぼが広がっております。
田んぼが広がっている。なんて書いてあるのかな、美浜町って書いてあったのかもしれないな。これね、もう輪行が終わって南区役所ですね。名鉄輪行が終わってます。まあいいや。甲和駅から大江駅まで輪行して、そして南区、瑞穂区、そして昭和区を通って千草区のネットカフェに泊まります。夜の名古屋市でございます。どうぞかな、こんにちは。あまり名古屋の町を知らないからね、名古屋駅とは違う名古屋市のね、市街地的な場所ですよね。写真とビデオでは、時間の関係性が前後いたします。全部で3台のカメラがあるので、それぞれでまた時間の関係性を前後して、2台目のね、写真のカメラをまた最初から見ていこうかなと思います。これは名古屋駅に到着した時の写真でございます。1日目ですね。そして1日目、名古屋駅から出発してネットカフェに向かっていきました。東海市の中にあるネットカフェに泊まりました。出発するときに、忘れ物ないかなと思って心配になってカメラで撮ってしまいましたね。なんか複雑な配線が張り巡らされております。ちょっと雑ですね。そしてですね、東海市から出発して東海市役所の前を通って、そして知多市に向かっていきます。間ね、ちょっとね、映像が抜けているところもあるかもわかりませんね。一気に飛んじゃう可能性もあります。セブンイレブン、大きな交差点が映っております。まだね、朝っぽいですね。おそらくね、東海市役所じゃないかなと思うんですけども、東海市役所の前を通ってから知多市に入って、知多市役所、市役所を通って阿久比町に向かっていきます。なんて書いてあったかな、もしかしたら今ね、知多市って書いてあった可能性がある。これはあ、豊竹町まで来ちゃった。豊竹町まで来ちゃいましたね。豊竹町の前に半田市も行ったんだけどね、あと常滑市も行ったんだけどね、もうね、竹豊まで来ちゃってましたね。ごめんなさい、ずっと写真がね、間抜けたりするんですよね。竹豊町役場の前を通って、で次は美浜市、美浜町、横向きの写真ごめんなさい。これはもう南区だね。ずっともう輪行が終わって南区に来ちゃっております。南区に着いた時はまだね、5時40分だったんですけどね、千草区に着く頃にはもう真っ暗になっております。いつの間にかね、3台目のカメラの写真に変わっておりました。3台目のカメラで撮った写真を最初からまた見ていこうと思っております。2日目の朝ですね、ネットカフェからスタートした写真に変わっております。朝の風景ですね、川の上、橋の上からの映像でございます。周りには住宅とかね、結構四角い建物も建っております。アパート屋敷建物も建って、駐車場なんかもあったりします。そして田んぼが広がっているところに来たようでございます。
まだ朝もやっていう感じですよね。遠くの方は。なんか、稲からね、なんか息吹を感じますね。吐息というか、稲の吐息が遠くのもやになっているようなね、そんな感じでございます。大地が息をしている。光を感じている。何気ない道を進んでいきます。途中ね、間がね飛んじゃったりしますが、まあ大まかに言うと、東海市からね南の方に行って、これ厚田神社って書いてありますね。まあでもずっと知多半島の方にあるやつだと思います。東海市から南の方に行ってですね、どこら辺まで来たのかな、これは。この感じはね、半田市かな、わかんないな。豊竹市かな、ちょっとわかんないんですね。三浜町までやってきましたね。三浜か豊竹町を通り越して三浜町までやってきて、南知多町を通ってまた三浜に戻っていきます。さっきからずっとここを映しておりますね。海の景色、なんとか湾ですよね。真珠の養殖が盛んな、四国霊場って書いてあるね。銀行、ATM、コンビニで休憩かな。広い海が映っております。砂地の畑が映っておりますね。作ったデータので数字関係がちょっと間違っている可能性もあります。吉妻の自転車のろじ旅第15ののじライン15の巻、16ののじライン16の巻、第14ののじライン14の巻、2016年の6月30日から7月3日南知多町と池田町を巡る旅ですね。2016年の6月31日1日目でございます。まあ、名古屋駅まで新幹線輪行してね到着して、中川区もちょっと通ったんですね。中川区通って、厚田区通って南区通って、東海区通って、緑区通ってから東海市に入って、東海市内のネットカフェに泊まったんだね。そして、東海市のネットカフェからスタートして東海市役所の前を通って、そして知多市に入って知多市役所の前を通って、阿久井町を通って、阿久井町役場の前を通っていって、そして半田市役所の前も通っていって、常滑市役所の前も通っていって、豊竹町に入って半田市に通って、豊竹町に入って豊竹市役町町役場の前を通って、美浜町に入って美浜町役場の前も通って、南知多町に入っていって南知多町役場の前も通って、美浜町に戻ってきて、河和駅から輪行いたします。名鉄輪行。
そして、南区まで戻ってきて、大江駅ですね。大江駅。そして南区役所の前を通って、瑞穂区に入って、瑞穂区役所の前を通って、昭和区、昭和区役所の前を通って、千草区のネットカフェに泊まると。今回はここまでね、紹介いたします。それではですね、1日目の地図を振り返っていきたいと思います。まずね、名古屋駅まで新幹線リンクをして出発していきます。いろんな区を通り抜けてですね、とりあえず南区の方に向かっていきますよ。東海市、東海市のネットカフェに泊まります。そして、次の日出発して南の方に向かって、知多市とかね、いろいろ通って、半田市とかね、阿久比町とかね、常滑市とかね、いろいろ通っていくんですよ。豊竹町とかね。そして、美浜町なんかを通っていって、そして南知多町、そして臨港してですね、そして南区まで戻ってきて、ですね、この日はね、千草区まで行って泊まるっていう感じですね。はい。